うわー、なんかいる。満作ラブファイヤーフォーベーバー。うわ、キノコ生えてる。はやかしてる。サノゴブランドのやつを、帽子を着てるってことか。こうして俺がアイビーさんに言い寄るよそ者じゃなくて、村の平和を乱すよそ者が入ってこないよう、警備してる。大丈夫か俺。3をつけるよ、3を。アイビーさんはイーストウィンドウっていうよろず屋の看板娘。アイビーさんと会って構わないが、俺外から来て何もわからないんです的な純朴青年アピールはほどほどいいな。俺さっき話しかけた気がするけど、ちょっと相談なんだけど、アイビーさんを喜ばせる何を、俺が知りたいってわけじゃない、友達の友達に相談されて困っちゃってさ、本人に直接聞くわけにもいかないし。ああ、なるほどね。満作に聞いてくると。あれ、看板娘こいつか。おめえか、アイビー。ああ、ほんとだ。好きなものは急にね、まんま聞くんだね。カエルとかですかね。これ嘘じゃない、本当に。ゴーゴーカエル100匹もいたらものすごく喜びます。なんか変わってますね、カエル100匹って。あ、お父さんがなんだ。聞いてきたよ。何か話してなかったか。彼女の声にはずっと聞き耳立ててるから、そのぐらい気づくって俺の友達の友達が言ってた。お前が気になってんだろ。聞いてきたんだよ。話しかけんなみたいな感じだけど、あまり興奮しすぎると知り合っても俺ってバレちゃうな。やっぱお前やん。ゴーゴーガエルを100匹。そういう生き物好きなところもアイビーさんの魅力なんだよ。お父さんですけどね。うわ、これ俺がやるの100匹もしかして。あんた手伝ってやれよ。なんで俺がやんなきゃいけないの。ああ、10匹ね。まずは10匹ね。カエル1匹もいないじゃん。あ、いた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 。これね、1匹しかいないわ。まあちょっと取れる時に取りましょうね。なんだろう、サノゴブランド着てないよ。あ、やばい。サゴラーの時代ですわよ。サゴラーって言われてんだ。これは何、掲示板みたいな。果ての村長戦開幕。果ての村を治める現村長草吉と、ファッション界を率いる新リーダーサゴノ氏、村の改革方針をめぐって対立し、果ての村長戦開幕の運び。ああ、こういう家のところには老朽化に入り立ち入りを禁止する、騙す。うわ、もう本当にキノコだらけなんだね。なんかやだね。やだな、キノコ。あ、ゴロが、あ、なるほどね。いっぱいいるんだ、ゴーゴーカエル。わ、すごい、なんかいっぱいあるね。あ、こっち学校じゃない？ちょっとその前に、井戸があるわ。あれ、これは？果ての村西の井戸。あ、これに、井戸ね。まあ、井戸見るか、先に。あ、危ない。わ、めっちゃいる。なるほどね。ゴーゴーカエルめっちゃいるんだね。これは、よいしょ。あ、いっぱいいる。ちょ、取れないって、お前。スライム邪魔すんなって、マジで。あー、違う違う違う。邪魔すんなよ、お前。あ、壊れる。まあ、両手剣いらないからな。両手剣はね、ちょっと重たいからね。好きじゃないんだよね。あ、これでいいや。岩ロックハンマー。お、広いね、結構。次、こっちから行くか。あ、もしかしてこれ深い？うわ、結構掘らなきゃいけないパターンじゃん、これ。違う。あ、いけるいけるいける。うわ、広くない？ちょっと待って、こっちもあるよ。どっち先行くべきだ？おお。よいしょ。こっちも結構奥あるな。はい。盾はいらないのよ。広いけど、ダイヤモンド。広いけどね、特になんかすごいものがあるというわけではないな。うわ、なんかいる。ウホっつったな。あの猿か。猿か、迷いか。いやー、ちょ、奥なんだよな、すごい。うお、一気に開いた。わー、敵陣だ。あんま弓使いたくないから、槍だな。じゃあ俺も槍で行こう。この弱いけど。上行くの？ちょっとやめて。あぶれあぶれ、長っ。あいつ一回。落とせない。こいつの戦い方がね、むずいのよ。
落とさないと。そうそうそう、落として、ちょっともうダイヤモンド、ダイヤモンド。よし、ダイヤモンドで倒しちゃう。OK。また先あるね。広いな、ここ。これ繋がってんのか。うわ。うわ、めっちゃ鉱石ある。よいしょ、OK。さあ、なんだ？だい、もういらねえよ。どんだけ出てくんだよ、それ。片手剣に、これ両手剣だもんね。片手剣にダイヤモンドつけたらいいんじゃない？あ、これ一周したね。一周したわ。なるほど、OK。じゃあ戻ろう。あ、何？どうしよう。村長船の上か。なかなか面倒なもん押し付けられちゃったな。あ、こだいだの。あの時はこっちのいざこざに巻き込んじゃってすみませんでした。よかったら巻き込まれてどうしってことで相談乗ってもらえませんか？いいよ。さすが、相談というのはですね、私のお姉ちゃん、サゴノのことなんですけど、お姉ちゃん夜中になるとこそこそと一人でどこかに行ってるみたいなんです。なんだ。悪いことしてるとは思わないけど、村長選やるじゃないですか。悪い噂とか立っちゃうと困るし。尾行して何をしてるか調べてほしい。あー、なんか面白い。探偵始まるぞ。尾行すんのね。サゴノの秘密だって。エピソードチャレンジだ。どうすればいいの？尾行って、いつ？サゴの動き出さないな。あ、ここあれ染色屋だよね、確か。いつか2号店を。ぬご。染色屋、コチヤへようこそ。わ、出た。キヒー、いらっしゃいませーって。こいつは、なんか、生地を、なんかいろいろね、やってくれるんだよね。サゴの生地。だから、その、デザイン、あの、服のデザイン変えたりとか、あと、パラセールに、そう、パラセールのね、変えられるのよ。ちょっとやろうよ。パラセールを貼り替える。あー、いいじゃん。おぉ。いや、これやだな。サゴの生地やだな。馬神様もなんかちょっと怖いし。白爪新聞社にするか。よし、ちょっと雰囲気変えよう。どんな感じになるんだろう。あ、何？飛べんの？飛ばしてくれんの？発射？それでは、またのご来。え、飛んで終わり？なるほど。あー、いいね。いいじゃん、いいじゃん。四つ葉のクローバーが、いい感じに、描かれてますね。あ、待って、祠あるわ。祠先に行こうか。先に祠行きましょうっていうか、なんか結構、家が建ってるっていうのかな？変わってるね。ブレワイの時とちょっと変わってますね。ザンミカカの祠。すくう形。すくうんですね。あー、玉。玉ですね。下があるのか。あー、何これ。あ、ガシャポン、ガラガラ、ガラガラだ、ガラガラ。抽選会とかであるさ、ガラガラや。あ、面白え。これを、こうして、なんか、救えるようにしなきゃいけないから。よいしょ。こうかな。これでどうよ。てか、どうやって、これ、動力、これかな？あ、やばいやばいやばい。ここね。ここに、こうで動くのか？動いた動いた。で、ちょっとでかすぎるな。これ2つでいいのか？こうでいいのかな？どう？これいける？あ、すげえ面白い！救えてる？いけるいける？ちょっと上から見たいな。あ、救えてる救えてる！いいね。あ、救えた、救えた。あ、面白。ガラポンじゃん、マジで、これ。抽選会のね、よくあるやつ。あ、面白かったわ。宝箱見てないな。これもしかしてなんだけどさ、こん中に宝箱混じってない？あ、そんな気がする。これ、つけまくればいいのか。つけまくっていっぺんに取った方が早いかも。よいしょ。あ、やっぱある。あった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 。すごいな。よう考えたね。
ゾナニウム兄弟剣。あ、いいね。これスクラビルドしたらめちゃめちゃいいんじゃない？あ、でも合剣が俺はあるわ。あ、でもこれあれか。あー、なるほど。兄弟剣ってそういうことか。じゃあダメだ。合剣の方がいいわ。両手剣なんですよね。まあ、ここワープできるようになったけど、ちょっとマップ埋めたいな。眺望台ないの？この辺に。あそこ？マジ？遠いな。さあ、眺望台でさ、上にさ、飛んでさ、上の方に行きたいのにさ、眺望台がそもそも上にあったらさ、意味ないやん。わ、あそこにあるね。桜、あそこ後で、これちょっと後で行こうよ、ここ。よし、とりあえずじゃあ、学校行こう、学校。え？イメージしてた学校と全然違うんですけど、ちっちゃ、ちっちゃ。未経験か。学校にて教員募集中。子供たちに学びの楽しさ伝えてみませんかって、俺が教員になるみたいな話あったよな。シモン。俺が教員になるみたいな話あったよな。勉強教えんの？ちっちゃ。あ、でもちゃんと学校、あ、黒板あるいいね。さあ、これシモンか。はいはい、なんでしょう。あ、リンクさんですか。お久しぶりで。え、リンクさん？リンクさんがお一人でしたので、もしやと思いましたが、やはりまだ余計が知らないのですね。ゼルダ様が作られたが、あ、ゼルダが作ったんや。すごいね。テーマは厄災と共に歩んだハイラルの歴史。はあ。見学？それだけ？俺が教師になるってわけじゃないのか。え、それだけ？あ、なんかある。連絡帳を読みますか。シオンちゃんは下野さんのところのお子さん。とても活発な女の子です。チャーミングなおかっぱ頭は下野さんが切ってくれているのだそう。お父さんのことが大好きなようで、いつもその日お父さんの話をしてくれます。もっぱら下野さんが作っているハイラトマトの話が多い。そういういろいろね。あ、みんな子供のあれがいっぱい書いてあるんだ。あ、すごい。ちゃんと子供が描いた絵とか飾ってんじゃん。いいね。あ、すごい。金がある。ならないんかい。え、それだけ何にもうまく挟せ、あ、これ授業始まる？え、授業聞いていってくださいで終わりなんだけど。じゃあまた後で来まーす。あ、違う。なんか来た。子供たち来た。学校、学校。あ、すごい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 。あ、これで授業始まるんや。あ、時間か。8時。なるほど。あと2人だ。何考え込んでんの？もう子供たちいますけど。何の時間これ。あ、始まる？あ、なんか喋ってる。あ、聞ける。あ、それではこれから歴史の授業を始めます。今遡ること1万年ほど前、大麻の剣を携えた勇者と聖なる姫の力によって厄災は封じられ。それっておとぎ話じゃないんですか？長い時間が経って歴史と伝説が合わさっちゃったとかはありそう。1万年前とか言われてもお話だけじゃ難しくてわからないよ。顔やばこいつ。セファール顔やば。1万年前の厄災のことが書かれた絵とか資料はないんですか？これはおとぎ話じゃなくちゃんとした歴史の話ですよ。なるほど。これまたこれパシリでしょう。これ多分厄災が描かれたツイッターってお借りしとけばよかったです。インパ様の館。かかりこまで行くのめんどくさ。まあワープすればいいんですけど。なるほど、それ取ってこいってことですね。はい。あ、これミニチャレンジなんだね。なんか大きなストーリーがなんかあんのかと思ったわ。ミニチャレンジなんだ。まあそれもまた後でやりましょうか。まあ、ミニチャレンジじゃなくて、やっぱりメインストーリーをね、進めていかないとなんでね。あ、ここにもあるね。果ての村、北の井戸。東西南北あんのか？楽団のやつ、こっちに来てると思ったんだけど、こっちじゃなかったっけね。
忘れちゃってんだよね。果ての村って言ってた気がするんだけどね。果ての村の学校みたいな。違かったんかな。あれ？ああ、ここに繋がってんだ。ああ、なるほどね。さっき来た場所だ。あ、じゃあ全部繋がってんだ。だから広かったんだね。あと家がね、なんかいっぱいあるんだよね。あ、閉められてる。立ち入り禁ず。草よしだ、これは。何やってんの？あ、あなた、あの時、ベントエストにいたお客さんよね。ほら、村長選をやる、やらないって話。面倒なことになっちゃったけど、二人とも頑固だから、白黒はっきりして、二人のいがみ合いが終わってくれるなら悪くないかなって。なるほどね。ちょっと気になることがある。何？そんな乗ってくれるの？なんか怪しいな、こいつ。草よしのことなんだけど、私の旦那。あ、そうなんだ。毎晩うちの、納屋にこもって何かしてるのよね。聞いても秘密だの一点張りで教えてくれないし。なんか、サゴノもなんか怪しいことしてるし、草よしも怪しいことしてんの？なんなん？鍵がかかっている。エピソードチャレンジだ。あれ？これ草よし？あ、草よし。おや？あなたは、ベントエストにいた旅の方ですね。もしや心配して見に来てくださったとか。ああ。サゴノさんに勝つ秘策が2つありましてね。2つ目の秘策である思い出の味、なんとか再現したいと思っています。これ何？両方俺は加担するのか、これ。クリーミーでとろける、ああ、料理作れってことか。クリーミーでとろける食感とツンとする独特の香り。どういうこと？これね。なるほど。ちょっとよく見ていこうね。こっちでしょ。方角。こっちね。いけるか？そっちなんだけど。洞窟からじゃなくて。こっちだよね。ちょっと位置覚えといて。いや、無理くさいな。あ、でも、こっちだ。こっちこっち。あ、ここじゃね？ここっぽいな。くぼんでるし。よし、ここ上がってみよう。はい、はい、パーフェクト。草よしの日記、新種のかぼちゃ開発計画。おお、なんだそれ。豊かな土地で育った美味しい野菜やミルク、それが果ての村の魅力だと信じてきたが、若者の野菜離れが無視できない状態になってきた。この問題を解決せずに村長の肩書きは名乗れまい。村一番の農家である夏幸さんと協力し、奇抜なデザインで若者人気のサゴノを参考に、色や形、見た目も新しいかぼちゃの種を開発することにした。しかしこれがなかなか難しい。出荷への目処は立たなそうだ。それだけ？これ開けられるの？開けられた。あ、もう開いたままになるんだ。例の計画見ちゃったよ。あ、そういうことね。それでミルクってことは、かぼちゃとミルクを混ぜろってことか。で、さっきのお姉さんいなくなっちゃったよ。どこ行っちゃったの？あ、地蔵、こんなところに地蔵あるんだけど。頑張り増やすか。あ、位置出たね。こっちだ。なんでこんなところに？おめえか。いた。心配だわ。どう、お願いした件はかどってる？もう見たよ。仕事早いでしょ。新種のかぼちゃの開発。素直にサゴノさんに相談すればいいのに。あの人、根が真面目で意地っ張りだ。ああ、なるほどね。うちの話を調べてくれ。ああ、これでお礼もらえるだけか。にしても二人仲良くすればいいのに、面倒な人たちね。さあ、これでエピソードチャレンジ。草よしの秘密は暴かれたと。で、あと、サゴノの秘密もあるんですよね。尾行ね。毎晩だから夜中か。あ、おじいちゃんいるじゃん。高橋おじいちゃん。畑作ってんの？おばあちゃんだった。ハイラルだけを渡す。あー、これで洗脳させるんですね。あら、サゴノ派になっちゃう。で、ここが宿か。寝とくか。寝ます。ふかふかのベッドで。
はあ、全く。いらっしゃいませ。ハイラルだけ渡せる。サゴの、ツバンがサゴの大好きだから喜びますよと。サゴの嫌いじゃないっすよ。これは、あれだよね、また多分同じ場所だから、もういいんじゃないか。人探しながら行こうか、じゃあ。果ての村ってこんな広かったっけ？あ、おったけど、これもうあれだな。洗脳済み。洗脳済みですね。大鳥村っていう小さな魚。めっちゃ大鳥村の話すんな。海賊に襲撃されて村は壊滅状態。はあ、私の父親が大鳥村の村長やっててね。すごいね。もう家ないかな、こっちの方は。こういう風車のところには何かあるのか。これ上か。ああ、そんな感じね。何もないのか、特に。さあ、研究所もあるし、牧場もあるね。研究所もあるよ、この先。どっちだ？果ての牧場、果ての古代研究所ですね。じゃあ、まずは牧場。ここか。おう、牛おるね。お、開いた。おお、これ洗脳だ。とっくり。さあ、洗脳。サゴノさんから、これはこれは大きにって。これはキノコやないかい。サゴのキノコだらけで派手な色をずっと見て目が回ってきてかなわんのや。年寄り仲間もうちの家族ものんびり過ごしたい。早いからな。せっかくのも、ね、もらっておこう。あ、でこれは洗脳できたのか。で、なんか牧場にいる誰かに話しかけろみたいなこと言ってたけど、あれ？いなくない？あ、おった。これなんかストーリーっぽいな。ここにもおる。なんだ、ドダンツ。お、初めての顔だね。果ての牧場にようこそ。こんな雨の中よく来てくれたな。うん、何か持ってきてくれたのかい。ハイラルだけを渡す。これはサゴノさんから。ありがとう。焼いて食うとうまいんだよな、これ。贈り物は嬉しいけど、娘のトコユもとっくりじいさんもうちの家族はあんまり服に興味がなくてな。はあ、フレッシュミルクを買いに来たって言われたらどう。あ、フレッシュミルクね。これを渡すってことか。裏の樹林にたくさんどんぐりが落ちていたんだが、リスが増えたせいがさっぱり取れなくなっちまってな。あいつらを動かしたらまた口に入れた。どんぐりね。ああ、もらった。これをあれか？あいつに渡すのか？どんぐり3個で、あ、交換してくれるのね。で、こというあれがないと。ことゆうじゃない、とこゆうね。どうする、池に飛び込むか。いや、こんな雨の中私は泳げないし。なになに、キャットンして客か。入られるだけ渡す。そう、あのメッセージボトルを早く。あ、あれにあれか、レシピが書いてあるんだな。メッセージボトルどこにあんの。え、あれ、あ、あれか。うわ、なんかすごい、あそこの木。え、取るってそういうことじゃなくて、アイテムじゃなく、なんで、そういうことね。オッケー、理解した。アイテムかと思ってたわ。ブループリント使っていいのかな。これ何これ。やだこれ。これいらないだろこれ。あ、ゾナニウムがない。そう、最近ね、地下行ってなかったからさ、適度に地下とか行かないとダメですね、これ。わあ、どうしよう。めちゃめちゃいいところにあるじゃねえかよ。めちゃめちゃいいところにあるじゃねえかよ。で、これくっつけちゃって、で、これ橋みたくして、やればいいんじゃないの？これじゃ届かねえな。あ、届く。こんな奥まで行けるんだね、この、スクラビルドって。はい、取ったよ。よいしょ。これどうすんの？これお前に？これでいいのか？ほら、ひじちゃんのメッセージボトル、どうやって？見てただろ、お前。見てなかったのか？なになに？この字、懐かしいな。村長ともに、新名物、発酵チーズ、めいめい、いな、焼燥。いけるぞ、これさえあれば。すまないが、すぐにでもひじちゃんの言葉を実行に移したい。家に帰らせてもらう。さあ、これで帰るんだね。私の家はすぐそこだ。礼もしたいし。ああ、なるほどね。オッケー。
トコユにもう一回話しかけて礼をしてもらうってこと？ふふ、できたぞ。あー、これで作ったんだ。作って、でそれをあれか、村長に渡すのかな。あ、ひいじいちゃんが残してくれた果てのチーズ、外はもっちりなのに中はとろける、信じられないぐらいうまいものだったよ。これか。お前を呼んだのは、まああれだ、これを作れたのもお前がいたからだし、お前に一緒に食べてほしくて。とにかくこれは礼だ、受け取ってくれ、果てのチーズ。よし、これをあいつに渡せば物語が進む。こっちがいいかな、こっちがいい。なんだ、もうめっちゃ作ったな。果てのチーズ屋の完成だ。早速よろず屋にも置いてもらえるよう相談しないとな。あ、よろず屋に置いてくれるんだね、あざました。じゃあこれでまた戻るってことか。まあ戻るのはちょっと後にして先に進みますよ。古代研究所行きたいんでね。てかいるのか誰か、古代研究所。あれ、また分裂してるな。これ右なんだ。果てのビーチ、果ての古代研究所、ビーチ、ビビビビビーチ、あー、果てのビーチだ。あ、これ簡単だね。こうでいいんじゃない違う、こうでいいんでしょ、やっぱそうでしょ。これ道に沿っていかない。あー、止まっちゃった、止まっちゃった、止まっちゃった。ダメダメよ、違うよ、これちゃんとこう転がっていかないと。君転がらない、ダメか、ここから投げればいいんじゃないか。簡単よこんなもん。あー、いいねいいね、行ってくれてる、自動的に行ってくれてる。よしよし、いいねいいね。あー、見えた、あそこほら島があるんですよ。さあ自動的に帰れ。ちょ、俺これ戻ること考えてなかったな。まあいいか、ちょっと矢印もあるんですけど。追いついた、はい、 OK。 でこの矢印、これか。あ、コログじゃない、この矢印。何これ、これのことを表して、これバッテリーじゃないの、ただの。この上ってことか。そうだ、おったおったおったけど、これどうやって、どうやってこれ、おい、どういうことだ。え、どういうことわかんないんですけど。コログの葉が落ちてきただけ。ちょっと待って、俺もこれミスった、切っちゃいけなかった。でも届かなかったんだけど。あー、これ向こう側行けるんだね。でもちょっとまだいいかな。あれ、なんかすごい落とし物落ちてるけどさ、これなんか海賊か、これなんだ。この手紙を拾った人へ、助けてほしいわいさ。海で魚を取っていたら嵐になったもんで、洞窟に避難したら岩が崩れ落ちてきて閉じ込めてられてしまった。そこで岩の隙間から明かり花を目印として少しずつ流すことにしたわいさ。運が良ければ潮の流れに乗って手紙と開いた明かり花が、岸に流れ着くはずさね。なるほど、明かり花を追っていく。おーっと、ちょっとあれか、あー、向こうじゃね、ちょっと待てよ、あれも光ってる、あれはなんだ、あれも明かり花か。いやー、でもな、ちょっとっていうか俺先に研究所行きたかったんだけど違う方向来ちゃったな。さっきのコログはちょっと取れなかったけど、まあ、いっか、またこっち来るから、一旦先に、ちょ、順番が違かったわ。先に古代研究所っていうか果ての村のミッションを先に終わらせちゃいたいんで戻ります。